前回のカズクロ、カズさんまたモンスターと戦う。もちろんやられた。結果洞窟で復活しちゃった。ほんとこういうミスは気をつけないと。早速自宅に戻ったカズさんは牧場の拡張を始める。拡張自体は簡単にできたけども、動物が言うこと聞かない。何度頑張ってもダメ。結果諦めた。さーて今日も薄い内容でいくかな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。皆さんですね、もうカズクラ見ていて分かってるとは思いますけども、このカズクラ内容薄いので皆様ご注意くださいませ。さて本日はですね、もう皆さんから結構アドバイスをですねいただいているので、それをですねちょっと片っ端からねいろいろ試していきたいなと思っております。では早速本日も行ってみましょう。さてこれ柵つけたのはいいけど、ちょっと飛び越えることできないからちょっとが不便だよね。いろいろ飛び越えることができるようにここに階段をつければいいんでしょ。あーできた。はい、バッチリ。さていろいろですね牧場ネタでいいこと聞いちゃったんでございますよ。もう皆さんはね知ってるかもしれませんが、よいしょ、この木材を置いてこんでいいのかな。あーできたできた、これだこれ。はい、もう皆さん何をするか皆さん分かりますでしょうか。この感圧板というものがですね結構ね便利なんでございます。なら早速いきますよ。これをねどこだ、ここだね。じゃあちょっと設置するよ。ほんでいいのかな、開くかな。めっちゃ便利じゃん。目印になるしいいよねこれ。ほら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 、さらにね別のことも聞いてしまいました。あ、これもここだね。よし、今こっちに豚さん広場があるんだけども、ここにねこれを置いて、あ違うわ、あダメダメダメ、あんたこっち来ちゃダメダメな子、ちょっとはい、こっちにねこれを置いて、あとはこれか、小麦だよ、ほらほら小麦だよ。これはね小麦とかじゃなくてマンパワーで押していく必要があるみたいだね。ああー豚がどんどんあっちに行く。ちょっと豚何匹か行っちゃったけど、行くよ。こうすることでほほらついてきちゃった。豚を押す。どうしよう、豚2匹もいるじゃん。もう豚人参だっけ。よし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 、嘘だろ、なんであっちに行きたがるんだみんな。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。ちょっと。よし、諦めるか。そうだ、いい加減ここ整理しよう。よし、10個も作ればバッチリでしょう。な、ちゃんと整理しよう。な、チェスト置いて、よし、ちょっとね、センスにかけるけど、まあ、よしとしましょう。なね、まず不要なものがいっぱいだから、まず全部とりあえず預けてしまおう。よし、なね、まずはね、土集めからいこうかな。んじゃあ、一番左は土。な、その隣は石入れにしよっか。なこの特別な石はこっちの方にね別のところに入れるとして、よーし、こんでバッチリだな。だいぶ良くなったぞ。うなね、ちょびっとねダンジョンの方に行ってこようと思う。いろいろね危険はあるだろうから、あとはダンジョンのスポーン地点のところにね緊急用のアイテムをねいくつかね置いておこうと思います。こんなもんかな。よし、預けに来たべ。な、剣を預けて、ツルハシスコップ、松明、こんなもんでいいでございましょう。あとこれバケツで、マグマだマグマ。たた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 た、
な、ここで1マグマ。あ、あった。ふっ、ガード覚えたぜ。ふなね、ちょっとマグマをね、持って帰りまして、石手に入れたし、よし。な、これ何をするのかというと、もちろん階段作りでございますね。こうすることで帰りがね、すごい楽になる。ん？こっちじゃねえ。よし、だいぶ良くなったぞ。じゃあね、ここにね、ちょっとマグマ地帯を作りたいと思います。ちょっとね、燃えないようにね、注意してやらないとね。ほんとこれはね、家燃やしちゃダメだから、前振りでもなんでもないよ。こうして、で、さらにこうして、んで、こうして、混んでいいんじゃねえのかな。混んで無限マグマ、よーし、できた。これでここをいくらすくっても、あれ、何もならねえ。流れる場所が必要なのか。なんかここ削ってみよう。あれ、無限マグマができない。どうなんだろう。とりあえず観賞用として置いとくか。なんかやり方違うのかもね。水でちょっとね、実験してみようか。水で、水の場合はこうして、ほんで両端にこうして、ほんでここは、あ、やっぱ無限だよね。マグマは違うんだね。組めないもんね。やっぱマグマはね、貴重なものなんだよ。なんで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 、ちょ待って、ちょ待って待って待って、まずいよまずいよ、これまずい。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、なんで上燃えるの。ちょ待った、また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 、ちょ待ってよ、ちょ待ってよ、ちょ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 、待って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 、ちょ待って、これまずいことになったぞ。進めね、進めね、ちょっと待って、ちょっと無限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 、この家を守る僕は。消火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 活動、はい、はい、はいはい、消火できた。ここら辺はよし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 、さて終わるか。はい、こっからは時間がとてもかかりそうだったので、本日はこのぐらいでやめておきます。いやー、もちろんですね、燃えるのは知ってました。でもね、僕石で囲ったよね、完全にさ。なんだろう、一体何が起きるなんかゾンビ流れてる、ゾンビ流れてるのはいいけど、どうしたんだろう。またね、次回ぼちぼちとなんかね、修復の方をしていきたいなと思います。いやー、それにしてもね、家の中にだけができちゃいました。いやー、本当に気をつけよう。みんなもね、火の扱いにはお気をつけて、そして皆様ですね、いろいろアドバイスありがとうございます。とりあえずですね、今回の教訓から得たことは、家の中にはマグマは置かない。
それが一番だと感じました。皆さんも本当に気をつけてください。そして最後にですね、この中身の薄いカズクラ、最後まで視聴いただきありがとうございます。こちらカズクラはですね、チャンネル登録していただければ、また次回からも内容の薄いものを見ることができます。もしよろしければですね、下の方にある登録ボタンの方よろしくお願いいたします。またですね、リクエストございましたので、概要欄の方にですね、カズクラの再生リストの方置いておきました。またパート1からパート何までか分かんないけど、とりあえずそちらも置いておきましたので、もしよかったら見てみてください。ではまた次皆さんお会いしましょう。バイバイ。